ねえねえゆい、さっき送った URL 見てくれた？私とあんたの旦那のタクトさん相性 100% なんだけど。は？特に今年はおうし座の彼とうお座の私の相性が抜群、まさに運命の相手なんだって。あのね、私もリカと同じうお座なの知ってるでしょ。だからあんたが相性抜群なら私だって夫のタクトと相性抜群ってことなんだからね。でも絶対私の方が相性いいはずだもん。だからね、そろそろ私にタクトさんを譲ってくれてもいいんじゃないかな。私こんなに好きになった人いないんだよ。何度も言うけど夫は渡しません。リカ、いい加減にしなさい。幼なじみの旦那を欲しがるなんて非常識すぎるわよ。ちょっと、私のどこが非常識なのよ。私はただ人を好きになっただけだもん。それがたまたま幼なじみのゆいの旦那さんだったってだけじゃない。私は何も悪くないんだからね。たまたまでも幼なじみの旦那なのよ。御社でしかも幼なじみの旦那なんてさっさと諦めるのが普通でしょ。ああ。なのにリカは離婚してタクトは私にちょうだいってしつこいし、もう本当にいい加減にしてほしいんだけど。何よ、いい加減にしてほしいのはこっちの方なんだからね。幼なじみがこれだけ頼んでるんだよ。それなら離婚ぐらいしてくれてもいいじゃない。はあ、なんで幼なじみの初恋を応援してくれないの。私人を好きになったのは初めてなのに、ずっと好きな人も彼氏もできなくて、そんな私がようやく好きになった人なのよ。幼なじみとして応援してくれてもいいじゃない。そりゃあ幼なじみの初恋は応援してあげたいけどさ、でもさすがにこれは違うでしょう。私だって夫のことは大好きだし、譲るなんて絶対に嫌。いつも行く店員さんに一目惚れをして頑張って声をかけたら、まさかあんたの旦那だったなんて、私の初恋の邪魔をしないでよ。はあ、それに絶対タクトさんだってあんたよりも私の方好きになるに決まってるんだからね。私の方があんたよりもタクトさんにお似合いなの。不釣り合いな妻は早く離婚して、あんたはタクトさんに全然ふさわしくないから。逆に聞くけど、リカのどこがタクトにふさわしいのよ。私が納得できる理由でも言えるわけ。当然じゃない。だって私の方が身長小さくて可愛いもん。あんたみたいに化粧もけばくないし、愛嬌もいいし、絶対私のこと好きになってくれるもん。私が隣に立っていた方がタクトさんだって嬉しいはずよ。170センチ超えの高身長で化粧も濃くて悪かったわね。でも夫のタクトはそんな私と結婚したいって言ってくれたのよ。でも今は結婚後悔してるかもしれないじゃない。私と出会ってきっと彼も結婚相手を間違えたって後悔してるはずだもんね。その証拠にタクトさんは私にいっぱい好きだよって言ってくれたし。何ですって？だからいい加減早く離婚してよね。もう彼の気持ちは私のものなの。あんたなんか愛されていないんだから。ちょっとタクト、どういうこと？あんた私に隠れてリカと連絡なんて取っていたの？え、いきなり何のこと？ついさっきリカから連絡があったの。いつもみたいにタクトを私によこせって連絡だったけど、最後に気になる発言をしていたのよね。タクトがリカに愛の言葉を囁いてくれたって。え、あの子に好きだよって伝えたの？私に隠れてリカと連絡なんて取り合っていたの？ちょっと待ってくれよ。いや、これはただの誤解だよ。俺ははめられただけなんだ。はめられたってどういうことよ？実はその、家には行ってなかったんだけどさ、俺この間スマホ落としたことがあったんだよね。でもすぐに交番で見つかってほっとしてたら、その勝手にリカちゃんの LINE が追加されていたんだよね。え？リカの LINE が？しかも名前もプロフィールも全部ゆいのアカウントになりすましててさ、本当のゆいの連絡先は消されていたし、俺何も気づかないで数日ぐらいいつものように使っていたんだよ。え？
だからその恥ずかしいんだけど、いつもみたいにこれから家に帰るよ、好きだよとかを送ってて、えりかちゃんもお前になりすまして返信してくるから、俺本当に何も気づかなかったんだよ。待って待って、怖い怖い、何よそれ、もう全部が怖すぎるでしょ。俺も気づいた時は鳥肌だったよ。たまに会話のやり取りがおかしいことがあって、それで試しに電話してみたらりかちゃんが出て分かったんだ。タクトさんって電話するとこんな声なんだねって。何よそれ、もう階段レベルの怖さじゃない。ていうかそういうことがあったなら早く私にいなさいよ。ごめん、なんか俺も気が動転しててさ、あまりにも怖くて思い出したくもなかったし、すぐにブロックして家の連絡先をまた追加したんだよ。全部何事もなかったかのようにするしかなかったんだよ。じゃあリカが言ってたあんたに好きだって言われたとかの話は、私になりすましての LINE でってこと？多分ね。だから本当に誤解なんだ、信じてくれ。俺が好きなのはユイだけだし、リカちゃんのどこになりたいとか一ミリも考えたこともないよ。もちろんタクトの言葉を信じるわよ。でもこんな話を聞いたらちょっと焦るわね。今までは適当に受け流してたけど、そろそろ早急に対策を考えた方がいいかもしれないわ。だよね、俺も初めて身の危険を感じたよ。とりあえずお互いに転勤を上司に相談してみましょう。それで早く動ける方に引っ越すとか、いっそ住むところも変えちゃった方がいいわよね。分かった、俺今日上司に相談してくるよ。ゆい、ありがとう。ついに私のためにタクトさんと離婚してくれるのね。本当にありがとう。え？タクトさんが大量のゴミを出してるところ見ちゃったの。あの量は絶対離婚前の断捨離よね。ついにユイとの離婚を決めたってことだわ、絶対に。ちょっと待ってよ、ゴミ出しを見てるってあんたタクトのことを監視でもしているの？ゴミ出しだけじゃないもんね。タクトさんが一人で不動産屋に入るところもバッチリ見たもん。きっと私との新居を探してくれてるに違いないわ。嘘でしょ、もうそれ完全にストーカーじゃないのよ。ちょっと変なこと言わないでよね。私がストーカーみたいなことをしなきゃいけないのは、早く離婚してくれないよいが悪いんだよ。あんたがさっさとタクトさん私にくれないから、私はこうでもしないと彼に会えないんだから。あ、一応彼はまだ既婚者だし、二人きりで会っちゃうと彼が離婚の時に不利になるかもしれないでしょ。ユイが浮気だとか言って慰謝料請求するかもしれないし、だから彼に負担をかけずに会うにはこっそり後ろから見守るしかないんだよね。まさかそんな言い訳でストーカー行為が正当化できると思っているの？だからストーカーじゃないし、私は気遣いのできるいい女として行動してるだけよ。やっぱり彼の妻になるからには気遣いって大事よね。ストーカーが気遣いって、もうあんたにはついていけないわ。これでもうプロポーズまで秒読みね。彼は私との結婚のために離婚準備を進めてくれてるし、私も早速ゼクシー買ってこなくちゃ。はあ？あんたタクトと結婚式まであげようとしているの？当然じゃない。それに私小さい頃から結婚式に憧れてたんだよね。だからその夢がついに叶うなんて本当に嬉しいわ。彼とは私にどんな素敵なプロポーズをしてくれるのかしら。あ、もちろん元妻として結婚式は呼んであげるからね。私たち離婚しないけど。え？まさかあんたはここまでヤバいやつとはね。ストーカーに勘違いにもう恐ろしすぎるわ。ちょっと離婚しないってどういうことよ。あんたとタクトさんは離婚するの。そして私が彼と結婚するんだから。だから離婚しないって言ってるでしょ。私たちはこれからも夫婦仲良く暮らしていきます。誰があんたのために離婚なんてするもんですか。はあ？でもタクトさんは大量の荷物を捨ててたもん。私との新居の準備をしていたもん。あんたが離婚したくなくても彼はもう離婚準備を進めているんだからね。あれはただの引っ越し準備よ。私たちこの町からいなくなることにしたの。え、引っ越しですって？そうよ、あんたみたいなヤバいやつがいる町にもう住んでいられないからね。
だから夫婦仲良く出ていくの。大量のゴミ出しも不動産屋での物件探しも全部私とこの町を出るためにやっていただけなんだから。何よそれ、引っ越すなんて聞いてないわよ。どこに引っ越すのか教えなさいよ。誰が教えるか。なんで教えてくれないのよ。それなら引っ越しなんてさせないんだからね。どうせ私に取られそうだからって彼を隠すんでしょ。でもそんなことはさせないわ。私が彼を守るんだから。はあ、待っててね、タクトさん。今私が迎えに行くからね。ちょっとユイ、これ一体どういうことなの。なんであんたたちの家に私の両親が待ち構えているのよ。嘘やだ、本当に家に来たの。早くどういうことか説明しなさいよ。私もタクトさんを迎えにあなたの家に行ったのよ。玄関も開けてくれて、彼も私を待ってくれてるんだって思ったのに。なのになんで家に私の両親が待ち構えているのよ。そんなの私たちが全部リカの両親に話したから決まってるでしょ。リカが夫にストーカー行為をしていて困っているって全て包み隠さず教えたの。嘘でしょ、私の親にチクったの。それで引っ越すことも話したらね、娘のリカが申し訳ない、引っ越しの後始末も全てこちらがやるから、ゆいちゃんたちは早めに引っ越した方がいいって言ってくれたんだ。なんだったら掃除も全てやりますからって。え、それでお言葉に甘えて私たちはとっとと荷物を運び出したんだよね。そしてリカのご両親はせっかくの休日なのに我が家のお部屋の掃除をしてくれて、なんだか申し訳ないわよね。それでうちの親があんたたちの家にいたってわけ。玄関入ったら両親が一鍵の業者を言う、心臓が止まったかと思ったでしょ。でも止まってないなら別にいいじゃん。ふざけないで。それに親まで巻き込むなんて卑怯だわ。そこまですることないじゃない。じゃあ何、親じゃなくて警察が良かったってことかしら。え、こっちは情けをかけてまだ警察に通報していないのよ。でもそんな態度を取るならもういいわ。ストーカー被害として警察に相談してくるから。え、ちょっと待ってよ、警察はさすがにまずいでしょ。これ以上大ごとにしないでよ。じゃあ二度と私たちに連絡してくるな。あんたもご両親と一緒に引き払う部屋の掃除でもしていなさいよ。助けてユイ、俺のスマホまた変なことになってるんだけど。え、どうしたの。またリカの連絡先が勝手に入っていたの。いや違うんだ、リカちゃんの旦那だって人から連絡が来てるんだよ。え、リカの旦那ですって。リカちゃんって既婚者だったの。俺そんなの知らないし、なんだか怖いよ。もしかして俺がリカちゃんと浮気してるとでも思ってるのかな。ちょっと待って、落ち着いて。あの子は結婚してるなんて聞いたことがないわよ。じゃあこの人一体誰なの。俺に詳しく聞きたいことがあるって、できれば直接会いたいって言ってるんだよ。でも俺一人はちょっと色々怖いしさ、一緒に来てくれないかな。もちろん一緒に行くわよ。どういうことか二人で確かめに行きましょう。ふざけんな、なんで私の夫にまで全部チクったのよ。おかげで離婚言い渡されたじゃない。いや驚いたよリカ、まさかあんたがいつの間にか結婚していたとはね。本当に旦那さんだって分かった時はびっくりして声が出なかったわ。ああ、別にあんなの夫じゃないから。適当に婚活で出会って結婚しただけ。周りの友達みんなは結婚していくから、慌てて最短で入籍できる人を探して結婚しただけだもん。なのにまさかあの後すぐにタクトさんに出会うなんて。らしいわね。こういうのって契約結婚って言うんだって。お互いに既婚者の肩書きが欲しかったから入籍しただけ。同居もしなければ浮気公認の夫婦関係なんだってね。直接旦那さんから教えてもらったわ。ええー、そうよ。契約結婚のルールはただ一つ、相手に迷惑をかけないってことだけ。なのにあんたたちのせいで契約違反だって慰謝料請求されたじゃない。一体どうしてくれるのよ。はあ、あんたたち本当に警察に相談したそうね。そのせいで警察から彼に連絡を行ったみたいで全部バレたわ。警察だなんてふざけるなって超ブチ切れられたんだから。そりゃそうなるでしょうね。迷惑をかけないどころか思いっきり警察沙汰に巻き込まれてるんだもの。夫婦の肩書きだけ欲しかった旦那さんからしたら
いい迷惑どころかぶち切れなきゃよね。どうしてくれるのよ。犯罪者の妻なんて必要ないって離婚言い渡されるじゃない。しかも契約違反だからって400万もの支払いも請求されてるのよ。これ全部あんたたちが払ってよね。はぁ、だってそうでしょ。あんたたちが警察に相談しなければバレなかったのに。本当に結婚したい人ができた時は円満に別れる約束だったの。なのになんで400万も支払わないといけないのよ。全部あんたたちが悪いんだから。ふざけんなこの勘違いバカ女。全部あんたの自業自得でしょうが。なんだったらこっちは引っ越し費用を全額請求したっていいのよ。え？もう怒ったからね。幼馴染だし情けをずっとかけていたけど、もう容赦はしないからね。こっちもとことん被害届出して慰謝料請求してやるんだから。嘘でしょ、こっちからも慰謝料請求？分かったら二度と連絡してくるな。これからは弁護士を通じて連絡するからね。散々好き放題やってきたツケ全部取ってもらうんだから。あ、いや、ちょっと待ってよ。一旦冷静になろうよ、ヨイ。その、慰謝料請求って本当に困るから。てめえは一生困ったけ。もうあんたとは絶交よ。たくさん困って、たくさん反省してなさい。リカのご両親も娘の結婚については何も聞いていなかったらしく、契約結婚のことを伝えると泡を吹いて倒れてしまいました。そしてリカはというと、契約結婚相手の旦那さんに400万を支払って離婚することになり、その後私たちからも正式に被害届を出されて、今は実家に緊急避難。ご両親からは、いくらでも示談金を払うから被害届を取り下げてくれないか。とお願いされていますが、私と夫のタクタはいくらでも支払う示談金をリカ本人が用意できるなら被害届を取り下げる、できないなら取り下げないと返信。その結果リカはあちこち走り回ってなんとか示談金300万を用意してきたので被害届は取り下げてあげました。噂では示談金のために腎臓を売ったとかヤバいところからお金を借りたとか聞きますが、詳しいことは何も知りません。とりあえず無事にリカから逃げることができて、夫のタクトが生き生きとしているのでオールオッケーですよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。